ただいま。おかえりなさい。いただきます。なあ、うん、自宅は、あ、勉強でもしてるんじゃない。そうか、うん、書いてたんだ。なんだよその言い方。お母さん、うん、こいつと一緒に洗濯マジでやめて。なんだよ、臭いんだよ、ダメ人間。はあ、仕方ないじゃない、そういう年頃なの。いや、もうちょっと言い方ってもんがあるんだろう。まあね、もう少し優しくしてくれてもいいのにな。ねえ、あなたまだこれ使ってるの？恥ずかしいからもうやめて。あと食べるのも遅いから自分で洗ってくれる？なあ、これは文化祭のお知らせ。文化祭か。あなた何にも知らないのね。美咲の部活の発表会、うん、いつなの？今週の土曜日。いけるか。あまりあの子に期待をさせないで。俺だってできれば行きたいんだよ。まあ来れるなら来て。うん、わかった。ちょっとノックしてよ。悪い悪い。今週文化祭あるんだっけ？近寄らない。ごめんって。さっさと用件言って。吹奏楽発表があるんだろ。本当にうざいから出て行って。またあの子怒らしたの？突然怒ったんだ。吹奏楽見に行くよって話しただけだぞ。バカ、あの子去年に吹奏楽を辞めて今受けようぶよ。うそ、ほんとダメ人間ね。ダメ人間か。結婚する前はもっとかっこよかったのに。はい、電気消して。ああ、やめて、早く寝なさい。すいません、すいません。休みたい？うん、無理だよな。今のスケジュールならいけるんじゃない？予定？そう、娘の文化祭だな。お前そういうの行くタイプなんだな。いや、今年初っていうかずっと行けてなかったからな。ただいま。今日は早かったのね。ああ、美咲、明日俺も行くから。そう、勝手にして。あの子、少しは嬉しそうだったわね。そうなのか。本当娘のこと全然分かってないのね。大阪府で多発している連続少女誘拐事件の続報です。26日夜、女性一人が血だらけで倒れて、これ嫌なニュース。死亡が確認されました。はい、永瀬です。本当に悪い、明日出勤できない？え、新入社員の子がやらかして取引先がカンカンで。いや、明日は本当に。お前のことは分かってる。でもお前の昇進にも関わる話だ。分かった。
先、ごめん。今日行けなくなったわ。あ、そう。断れなかったの？ああ、ごめん。そんなんだからダメ人間って。仕方がないだろ。行ってくる。お疲れ。今日は助かったよ。ああ、今から間に合わないかな。ああ、そうだな。まあ、でもな。はい。私、大阪府警の者です。永瀬康弘さんの携帯電話で間違いないですか？はい。死んだ？美咲が？登校時に誘拐、事件性がある可能性が非常に高いと。ひろこ。残念ですが、娘には会えませんか？可能ではありますが。断れなかったの？なんで？そんなんだからダメ人間って。ああ、ごめん。私だけでも発表会は行くから。ああ。美咲、行ってくる。え？断れなかったの？またな。時間が分け合ってる。はあ？そんなんだからダメ人間って。いや、行くよ。はあ？ちょっと出かけてくる。ちょっと。おい、離れるな。これ、こんなガキで身代金要求できんの？ちょっとはなんとかなんだろう。
おいおいおい、何なんだお前あの娘返してもらえませんかああそういう感じ。おいおらよっ断れなかったの？くそ何？ごめん、行ってくる。は？どうも。わけわかんねえ。とりあえず殺そっか。おい。おら。おい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 。どうも。わけわかんねえ。とりあえず殺そっか。おい、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 おやるね。娘を返してもらう。ああ、そういう感じ。やめろ。おっさん、悪いね。やめろ。やめろ。おい。断れなかったの？話があるんだけど。何？もう少しで助けるチャンスがあるんだ。は？説明が難しいな。あ、もし分かっていて防ぐことができる失敗があるならどうすればいい？意味が分からないんだけど。それは分かってる。答えてくれ。分かってるんだったら一番の問題を先に解決すればいいんじゃない？ていうかあなた頭大丈夫？熱でも。来てくれ。ちょっとねえ、約束してくれ。絶対にカメラを回し続けると。あなたが言ってること意味がわからない。わかってる。俺もわからない。だけどな、信じてほしい。どういうことなの、誘拐されるって。いや、もう何度も見てるんだな。救う方法はこれしかない。あなたがカメラ回せればいいじゃない。ひろこ、お前しかできない。俺は覚悟を決めたな。頼む。わかった。時間だ。あなた！
も分かってる、伊崎も分かってるから。なんでこんなことに。隠れてカメラを回し続けてほしい。ここからは俺が片付けてくる。おら、こんなガキで身代金要求できんの。ちょっとはなんとかなんだろう。あれだってめ、娘を解放しろ。どっから入った。ラストチャンスさ、娘を解放しろ。待てよ、おっさん。おい、助けてください。お前、安全装置も知らねえのかよ。やっぱりダメ人間だな。何やってるの。わからない。でも本当に無事でよかった。お父さん、もう行こう。おじさん自首するよ。何言ってるの。お父さん人殺しだからさ。あなた、なんでこんなことに。カメラ撮ってたよな。少しは気合がマシになるから。あなた本当バカね。ありがとう。おい、急に出るのやめろよ。もっとマシな方法なかったの。ヒロ、こうするしか。だって間に合ってたじゃない。未然に防ぐこともできたはずじゃ。その手があったか。このダメ人間。断れなかったの。ひろこ、すぐ車に乗れ。え、文化祭に行くぞ。ちょっと、伊崎、学校まで送っていく。は、いいから早く乗れ。マジで意味わかんない。私もわからない。乗って。文化祭は俺も行くから。は？何考えてるの？ダメ人間。ダメ人間な。
申し訳ございません。やっぱり会社休みます。困るって、会社がやばいんだぞ。それよりも家族を優先したいんです。もしもし、警察ですか？調べてもらいたい場所があるんですが、最近ニュースになってる事件のような。誰に電話？会社とちょっとな。クビになるわよ。転職でもするさ。変わったわね。キスはやめて。ごめん。早く出番始まるわよ。あ、わかった。わかったって。パパこれあげる。美咲からのお守りね。ありがとう。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、そして高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあね。